謀反者の首はきっとお届けいたします。そう申し上げるのじゃ。我ら芦名一族が誇る七歩槍の手での、男の力は借りとうない。その心は山々ながら、敵は会津七本槍の異名で知られる、いずれも常人離れした恐ろしき強者ぞろい。事の次第が分かったか。なるほど、面白うござる。か弱き女人たちにこの先100年武芸を仕込んだところで、まあ、到底その七本槍の相手になれようとは思いませぬな。ことごとく死んでいただき申す。来るわ来るわ鬼人だぞ。花婿だけが竹橋御殿の前に正気を失った姿で現れ、花嫁は行方不明のままじゃそうな。俺は石の剣達、お主は言い名付けるおそろ、そこだけは忘れてくれるなよ。おそろ、大事なのは花婿を用いた計り事の方。どう吐く。わらわの名は千姫。あなた様のおそばに、その手をすり抜けて消えてゆく戻らぬ恋。我らが初陣、きっとお見届けくださいませ。ああ、存分にいたすがいい。焦る。あきなり公もこのまま江戸には居づらかろう。理由を見つけて会津へ戻ると見た。なれば戦場は会津か。いよいよだな。100年の審査の時刻、芦名一族はこの城より蘇る。黄泉の国の王。